それではよろしくお願いいたします。はい、松緑株式会社の森田と申します。本日は皆様どうぞよろしくお願いいたします。縦割り組織からワンチームということで、弊社のクラウド活用についてご紹介をさせていただきます。弊社は建築資材の専門商社で、全国の金物店様、建材店様をはじめ、ハウスメーカー様やホームセンター様、また海外のお客様へも商品を卸しておりまして、来年の3月には創業100周年を迎えます。当社は商社に加えまして、ファブレスのメーカーとして両機器の機能を持っていることが特徴です。営業は自由な提案で、開発は素材にとらわれずですね、自由な発想で世の中にない商品を作って需要に応じてまいります。ご存知の通り、日本は超高齢化社会で、転倒によって骨折をし、介護が必要になることが非常に多くてですね、大きな社会課題となっております。そこで弊社は手すりを中心としたバリアフリー建材を20年前から開発を続けてまいりました。私はお客様の多くのご要望にお応えしながら開発を続けまして、およそ2500種類以上の手すり部材を今ラインナップをしております。また、手すりの開発だけにとどまらずですね、ファーストリフォームという、これは施工業者様向けのカタログインターネット通販事業を2005年に立ち上げまして、現在約2万社の施工業者様にご活用をいただいております。こうしたこの商品の開発や流通の仕組みが、施工業者様と一緒に高齢化社会を支える独自のビジネスモデルということで評価をいただきましてですね、2015年に先進的なリフォーム事業者表彰、経済産業大臣賞を受賞しております。しかし、その事業の拡大に伴いですね、お客様のニーズも多様化し、建築業界以外のお客様とお付き合いが増えていく中ですね、これまで弊社では縦割り組織で運用していましたけれども、そういった組織では十分なパフォーマンスが発揮できないということが課題でした。人脈とか商談内容を聞くにもですね、苦労しましたし、情報管理も属人化ということで課題が山積しておりまして、そこで生産性の向上を、これは経営方針に掲げまして、働き方改革を推進いたしました。まず初めに導入したのが、名刺管理のサンサンというサービスです。2017年の4月より利用開始しまして、社内の人脈を共有し、事業部間の情報共有の円滑化を図ってまいりました。現在は約10万枚の名刺を管理しております。さらに2018年の11月からは、LINE ワークスを導入いたしました。チャットやスケジュールの機能を使って業務の効率化を図っています。これまで社員がホールに集まって月例会ということで、リアルに会を開催したんですけども、LINE ワークスを動画を見るとかして、時間とか場所の制約、こういったものを解消しました。ただ、部門をまたいで、プロジェクトごとにですね、グループランを作って、スピーディーに、クリエイティブに仕事を進められるようになりました。コロナで、テレワーク、弊社もやったんですけども、年配の社員の方からは、毎日顔を見合わせないと、コミュニケーションが心配だという声も上がってたんですけども、むしろこの LINE ワークスのグループに属して仕事をしてもらう、そういう体験を重ねてもらうとですね、毎日顔を見合わせているよりも、むしろ仕事の進捗とか、社員の感情なんかも分かるということで、非常に好評でした。で、弊社の特徴的な使い方としましては、この LINE ワークスとサンサンを組み合わせて使っています。行動計画なんかを LINE ワークスのスケジュールで共有をしまして、実行したその結果を、サンサンのコンタクトという、これは日報みたいな機能があるんですけども、このコンタクトに毎日入力をしてですね、グループ以外の社員、全社員でその情報を共有する。こういった PDCA サイクルを推進をしています。よく営業の方だけがですね、売上アップとか、そういったことを目的に、日報とか案件管理とか、そういったことをされている会社さんも多いと思うんですけども、弊社の場合は、そういった営業さんだけじゃなくてですね、全部門で、全部署で働いている全社員がですね、仕事での気づきとか、重要な情報をコンタクトに入力をして共有する、そういった活動を行っております。
経営者の方も毎日のようにね、コンタクトに必ず目を通して、いいねを押してくれたりしてですね、こういったことを毎日続けていることで、経営のスピード化や、新しいそのアイデアの創出につながっております。この表はですね、左手の軸に個人の使い勝手、右に組織活用ということで、コミュニケーションの意識の変化を表してみたものです。クラウドサービスの導入の際は、みんな半信半疑でしたけども、それをこう毎日続けていくと、習慣化をしていきます。これはちょっと人によって異なりますけども、例えば33のコンタクトで毎日上げているとですね、日頃あまりこう話をしなかったような人からもですね、こういいねを押してくれたりとか、私のコンタクトを見てくれてるんだなっていうの気づく瞬間があったりだとか、日頃打ち合わせがいろいろ社内でもありますけども、コンタクトであるかじめそういう内容をこう目通してますから、すごくこう打ち合わせもスムーズに進んだとか、隣の部署の上司からもね、アドバイスをいただいたりとか、いろんなそういう体験がこう積み重なってくると、だんだんこう情報発信をする価値っていうものが自分として体感をしていく。で、この分岐点がですね、こう個人的に便利だなって思う、使うクラウドから、だんだんこう組織的に使っていく活用に移るタイミングだなというふうに思ってまして、いわゆるこう腹打ちをしてですね、相手により良い情報を伝えようと、情報の中身もだんだんこう良くなっていくということがあります。こういったことがですね、自発性が高まってチームワークへの向上につながっていくものと言っています。で、そういった変化が数字にも表れておりまして、LINE ワークスの利用率は、これコロナでの緊急事態宣言後は約 3.8 倍に増加をしました。確実に部門を超えたコミュニケーションができる組織になってきたと思っています。また33のコンタクトの利用が毎月上昇していきましてですね、先月10月は約3000件ものコンタクトが上がってきて情報を共有しています。 81.9% の人が現在利用している状況です。で、33のこう名刺を検索できる機能もあるんですけども、こちらも自分が取り込んだ名刺を検索するより社内の人脈を検索する、こういった活用の方が約4倍もあってですね、いわゆるこう組織的に活動が活発になっていると思っています。そういった、活用の結果ですね、一人約こう、月にですね、5.8 時間の削減ができておりまして、金額換算にしますと、およそ月に300万円ほど、削減できています。これにまた LINE ワークスとも加えますと、もっと大きな金額になるのかなと思っているんですけども、費用もさることながらですね、私たちとしては、あと新しい高齢化社会において需要を創造してですね、新商品を開発できた、こういったことが大きな喜びです。こちらは頼れる外へという、屋外型の儀式の手すりなんですけど、これも開発の部門のみならずですね、営業の皆様、それ以外の部署の方もとの連携をしまして開発できた商品で、まだ発売して1年ほどしか経ってないんですけども、かなりこう売り上げに貢献をしてくれている商品に育っています。またこちらはですね、手すりらしくないから私らしく使えるという、やっぱ新しいコンセプトで生まれた手すりでございまして、ニモレという商品です。こちら発売前にもかかわらず、グッドデザイン賞の方を受賞しまして、既存のお客様元でですね、新規取引の拡大にもつながっている、そういった高い評価をいただいている商品も開発することができます。ただ商品化の開発以外にもですね、建材の廃棄ロスをなくしたいと、こういった思いから建材サルベージ事業も開始をいたしました。どうしてもこう在庫して販売してますとやむを得ず捨てざるを得ない、そういった商品があったんですけども、そういう数年間売れなかった商品も売れる仕組みができたということで、今事業の拡大をしているところです。で、これまでの社内のコミュニケーションといえば、左側にあるようにいわゆる上司と部下の関係で、指示や報告がメインで、与えられた仕事をこなしていくという、そういうイメージです。ただ、時代の変化は早くです。とても大きくなって、この変化に迅速に対応できる、そういったことが求められると思います。それは営業の皆さんだけじゃなくて、どの部署の、どの社員にも当てはまるだと、ことだと思っておりまして、全社員がリーダーシップを発揮してですね、自発的に仕事を進めていくこと、大切だと思っています。弊社はクラウドサービスの活用で部門を超えて
相互の信頼関係をもとに、そのコミュニケーションができるようになったというふうに思っております。その結果、仕事の関心度は上がりですね、労働時間も削減して、効率化ができております。その取り組みをさらに進化させようと、優良法人の認定を受けました。社員本来が持つ多様な能力、この能力を最大限に発揮するには、やっぱり社内のコミュニケーションが重要で、そのためにクラウドサービスは最適だと思っています。これからもクラウドサービスを積極的に活用して、商品やサービスの提案に努めてまいりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。